コーネル・ワイルドはアメリカ合衆国の俳優、映画監督、映画プロデューサー。脚本家としてはジェファーソン・パスカルの名前を使っていた。出生名コルネール・ラヨシュバイス。ハンガリーのプリエビドザ生まれ、両親はハンガリー系ユダヤ人。1920年に一家で渡米し、アングロサクソン風の生命に改める。1933年に ニューヨーク市立大学シティカレッジに入学するが1年で中退。その後、あらゆる職業に就きながら、1936年にベルリンで開催された第11回夏季オリンピックにフェンシングアメリカ代表男子選手として出場する。同年に早くで映画デビュー。1940年に舞台ロミオとジュリエットで俳優ローレンス・オリビエのフェンシングのコーチをしながら、 ティボルト役で出演しているところを認められて1941年本格的に映画デビューを果たす。数本の映画に小さな役で出演した後、チャールズ・ビダー監督の学生、ショパンでフレデリック・ショパンを演じ、アカデミー主演団優勝候補に選出される。以降、ハリウッドにおいて恋愛映画、活劇並びにフィルムのワールド等の映画作品でハンサムなタフガイとして、 なおかつ、ハンガリー語、フランス語、ドイツ語、英語、イタリア語と、ロシア語に堪能なことから国際的スターとして活躍する。また、1950年代に映画制作会社を設立し、自ら映画制作に乗り出し、大雪原の死闘等では出演のみならず、監督、制作、脚本を手掛けている。ありがとうございます。